ジェラルドリー・レアードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ウェストミンスター出身の元プロ野球選手。千葉ロッテマリーンズに所属しているブランドン・レアードは8歳年下の、弟。1998年の MLB ドラフトで、オークランドアスレチックスから2巡目指名を受ける。ドラフトフォロー方式により、1年間、 サイプレスカレッジでプレーした後、1999年6月1日に100万ドルの契約金で入団した。2002年1月14日にカルロスペーニャ、マイク・ベナフロとのトレードでライアンラドウィックラ3選手と共にテキサス・レンジャーズに移籍した。2003年4月30日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。2004年4月には 月間最優秀新人に選出される。レンジャーズではなかなかロットバラハスの壁を越えることができなかったが、バラハスがチームを去った2007年からは聖保守として起用された。年俸調停の権利を得たレアードは2008年1月18日に1年160万ドルで契約延長。同年は若手保守のジャロット・サルタラ・マッキやテイラー・ティー・ガーデンが対等してきた。 2008年12月8日にギジェルモモスコーソラ2名とのトレードでデトロイトタイガースへ移籍した。2009年1月20日に年俸調停を避けて1年260万ドルで契約延長。タイガースの正保守を務め打率は225ながら盗塁阻止率は両リーグ最高の42%を記録した。同年オフの12月30日には NBA フェニックスサンズ対ボストンセルティックスの試合を観戦中に客席で乱闘騒ぎを起こし弟のブランドンと共に逮捕されるという失態を犯した。2010年1月19日に1年390万ドルで契約延長。しかしシーズンでは新人のアレックス・アビラに出場機会を譲ることが多くなった。オフに FA となった。 2010年12月14日に1年110万ドルでセントルイスカージナルスに移籍した。2011年はヤディアーモリーナのバックアップを務めた。チームはワイルドカードから勝ち上がりワールドシリーズを制覇したが、レアードはプレイオフでは4試合に途中出場しただけだった。2011年11月18日に1年100万ドルの契約で、 デトロイト・タイガースに復帰することが決まった。タイガースではリーグ屈指の保守に成長したアビラのバックアップを務めた。2012年11月15日に2年契約でアトランタ・ブレーブスに移籍した。2014年オフに FA となった。2015年2月7日にアリゾナ・ダイヤモンド・バックスとマイナー契約を結んだ。4月5日にメジャー契約を結び40人枠入りする。 8月24日に解雇となる。2016年12月14日、デトロイトタイガースの参加の 1A コネチカットの監督に就任することが発表された。保守としての守備防御点は2015年終了時点でプラス12を記録している。ありがとうございます。